レンフェ592系機動車は、スペインの国有鉄道及び、それが民営化した企業であるレンフェが保有、運用する機動車である。スペインの鉄道愛好者の間では、ドアの上の屋根に突出している冷房装置のカバーが、ラクダのコブを連想することからコミューロの愛称で、親しまれている。この車両は、スペインの国鉄であるレンフェの委託を1978年に受けて、 マクザ社とアテインサ社で製作が行われた。動力装置はドイツのマンが担当した。1編成は3両であり、2両の動力車と1両の中間付随車から構成される。1981年から1984年にかけて合計70編成が製造された。イタリアフィアットのエンジンと機械式変速機を採用した比較的均衡の 短距離向けの姉妹車である593系機動車に対し中長距離運用に投入されるこの592系はより高い信頼性と耐久性を保持していた。レンフェは592系の一部の運用範囲を近郊区間に移した。同時に、ムルシアとアリカンテに配置された車両は車体こそ原型を止めたが、座席には新たに破損、破壊行為防止構造が取り入れられた。 この新たな内装は446軽電車や447軽電車に似たものとなった。残りの592系は引き続き機動車を用いる中長距離の地域間運用に配置された。現在は半数が上下分離後の連平オペラドーラに所属し、地方や近郊列車に使われている。また、2010年からはポルトガル鉄道に数編成が売却され、 中距離列車で運用されている。地域列車運用に投入されていた592系は2000年に内装デザインのすべてと外観に対する大掛かりな車体更新を施行し、同時に変速機も最高速度時速 140km を出せるように交換され、新しいバンダイ区分である592系200バンダイが与えられた。新車時の塗装の592系零バンダイ。 近郊列車塗装の592系、機動車兄弟形式である593系、機動車と並んだ592系機動車セルカニアス、塗装の592系機動車最新のレムフェ、オペラドーラ塗装の592系機動車592系200番台は、592系0番台を改造した車両である。初期に改造された車両は、 鉄道愛好者の俗語でアトミコと呼ばれ、その後に改造された車両はスーパーマンと呼ばれる。このバンダイ誕生の経緯は、1989年、ゴロレンフェが一等席や小型カフェテリアの設置、歯車比の変更による営業速度時速 140km への対応、等を含む列車全体の水準を向上させる更新工事を計画したことから始まる。バンダイ区分、 トップナンバーの試作車は、感染運用向けに高速走行を可能とした設計で改造された。しかし同社は1991年に、マドリードクエンカ・バレンシア間の感染を走行中に、途中のベンタミナ付近で火災に見舞われ、動力車1両と付随車1両がほとんど焼けてしまった。この教訓により、レンフェは、車体更新に着手することを決め、様々な観点で、 従来の車両とは違った外観を持つ車両として、この試作車は1993年に都市間列車用の動力車2両の編成で復旧された。この編成の屋根からは名物であるコブがなくなり、車体全体は流線型のデザインとなった。これ以降に改造され5 9 2系2 0 0番台となった車両には次のような特徴がある。外観の更新は動力車の前頭部分に 重点的に行われた。全面に行き先表示器が設置されたほか、塗装も地域の運用向けに合わせて変更されたが、屋根にはコブが残っている。動力部分は、13256特殊エンジン4機からより、高い出力を許容するマ 1D2866 ルシリーズエンジンに換装された。加えて、出力増強に伴い、最高速度を、 従来の時速 120km から時速 140km に向上するために、ホイトの液体変速機も交換され、ブレーキも純空気ブレーキから電磁弁を使用したものに改められた。現在、これら5 9 2系2 0 0番台はスペイン各地方の中距離列車に運用されている。復旧時に2両、流線型に改造された試作車592から201、 編成アトミコ592系200番台、スーパーマン592系200番台、スーパーマン592系の中間付随車を抜いた編成に改造された300及び500番台は現在に編成ある。592系は通常は3両編成だが、タルグウィロとの相性で呼ばれる5両編成が1本存在した。このタルグウィロの運用上の不都合を受け、 レンフェはこれを2分割することを決め、基本的な編成である3両を外した残りの2両は2両編成に改造され、301M プラス 501M 号車に改版された。一方、動力車 71M 号車と 72M 号車が5 9 2系2両編成の第2編成に改造された。この番台区分の改造内容は、座席の一部撤去と加速力を増すための出力増強である。 現在これらの車両は、レンフェのバレンシア近郊区間で運行されている。ありがとうございます。